かりと、思い描いた、練習等々はできました。結果が出た人、まあ、結果はね、出なかった人っているんですけど、まあ、あの状態でしっかりと、まあ、全力でスイングできたり、全力で投げれたり、全力で走れると、まあ、そういう自分のこう持ってる能力というものをね、あの時期にしっかり出せたという、まあ、その部分は非常に評価してますね。ね、非常にこう実践的だなと。まあ、今日の、成績というものがね、もちろん全てではありませんけれども、いいスタートは切ったというふうに思いますね。まあまあこんな感じでいいんじゃないですかね、あまり手放しでということではない方がいいと思いますね。プロはそうそう甘くはないよというところもね、しっかりと、教えとかないとですね。今後さらにそういったものが出てきてくれるとね、いいなと思いますね。まあでも彼も、まあまあいろんな心理の中でね、キャンプを迎えたと思いますが、いいスタートを切ったのではないでしょうか。というかね、マウンドに上がるとね、話しかけづらいようなそういう雰囲気を持っているというね、まあ、これは成長の後というのは見られるなという気がしますね。リーダー意識も持ってますしね、そういう点では、時というのは成長させてくれるなということは思ってますね。まあ、やっぱり個の力をまずしっかりとね、それぞれが上げていくと、まあ、それと、まあ、実践形式のチームの練習というものもね、そこにいろんなものが加わってきますので、そのスタイルは、まあ、第1クールと変わりはないですね。まあ、よりページ数を増やすということに、まあ、集中したいと。